トリプルサージャンスノット。まず互い違いに合わせます。で、2本の糸で輪っかを作っていきます。くるっと。そしてこちらの端の方ですね、これを輪っかの中に2本まとめて3回から4回くぐらせます。そして両端を引っ張ってあげます。これで完成です。